ップルです。マイラスです。ついにバンカラ地方でビッグランが発生します。マーテガイ放水路。はい。でこれまでの考察では、はい、ビッグランはハイカラからバンカラへと鮭がやってくるイベントなのではないかとか、うん、最後はバンカラ街で鮭と戦うのではないかというお話をしていましたよね。そうでしたね。で第1回目はスネーシーワールド、はい、第2回目は阿波美術大学とハイカラ地方のステージが続きましたよね。そうだね。おこれはこれはと思ってたんですけれども、アートな鮭が生まれるんかと思ったけど、第3回のビッグランはマテガイ放水路で、ね、でこの場所はバンカラ地方なので、はい、この考察ちょっと外れたんかなとかね、ちょっと物語的にじゃあ今後ビッグランバンカラ地方でしか発生しないのかなとか、うん、いろいろ思うところがあると思うんですけれども、気になる点いっぱいですね。ちょっと今回はビッグランに関する考察を改めてお話ししていこうと思います。はい。まずはビッグランのニュースっていうのを一部見ていきましょう。はい。鮭の大群がマテガイ放水路に接近中。ついにバンカラ地方がターゲットに。ほーん、そら趣味のよろしいことやね。こっそり地下から勝ち込みとは卑怯な。来るなら堂々と正面から来んか。正面から来られても困るんですけど。そりゃそう。まあ今回は街の中とちゃうし、気使わんと少しくらいハメ外してもよろしおすな。ふむ、バンカラに喧嘩打ったらどうなるか、ちっとばかし教えてやろうかの。放水路を突破されたら街も危ない。なんとしても鮭を食い止めよう。えい。ということでちょっと撮影できてなくて、ちょっとボラギノールの CM みたいになって申し訳ないですけど、はい、どうやら、うん、このマテガイ放水路を突破されると、うんうん、街が危ないようです。なるほどな。うん、でこの発言を見るに、はい、これまでの考察はバンカラ街にやってくるっていう、最後がバンカラ街になるんじゃないかっていう可能性があるのは正解、うん、そこに至るまでのステージの順番が不正解という形でしたね。はい。ちなみにマテガイ放水路ってなんかどんな場所やったかとか覚えてる？どんな場所？いや正直そう分からない、まあ、ステージの形はもちろん分かると思うけどね。まあそれはね、そう、うん、ガチエリアのエリアが狭いとかあると思うけれども、はい、場所ですよね。ここは新たなバトルステージ、マテガイ放水路、うんうん、バンカラ街の地下深くにあるかつて稼働していた巨大な放水路を改装したバトルステージだ。地下か。長年放置され老朽化が進んでいたが、近年になってバトルステージとして改装され人気のスポットとして生まれ変わったということで、うん、バンカラ街の下。思い出した。そう。そうだったね。そうなんですよ。バンカラ地方のどっかじゃなくて、うん、バンカラ街の下なんですよ。下か。いうことで、はい、まあ、おそらく距離感的にゴンズイ地区とか、それなりにバンカラ街に近い場所なんですよね。めちゃ近いやんな。そう、だから万太郎の危機感もよくわかる。なるほど。なんならね、バンカラ街から見える川とか、うんうん、多分放水路につながってるんでしょうね、きっと。あー、うん。なのでスプラトゥーン世界の位置関係を知ってる人であればあるほど今回の場所は予想外だったということですね、うん、おそらく。そうですよね、うんうん、で同時にいつかはバンカラ街に鮭の群れがやってくるということの説得力は増しましたね。はいはい。だって真下まで来てるわけやから。そうだよね。そう、マンションでいうと1階までは来てるってことやからね。あ、近いな。そう。ということで今回のビッグランから、まあ、考えられることっていうのを2つお話ししていこうと思います。はい。そもそも、はい、まずビッグランで来てる鮭って全部同じ群れなんかなと。あー、そう、同じ群れとは限りませんよね。そうですね、うん、今までは同じ群れ想定でお話ししてましたけれども、うん、鮭の場所ってそもそもバンカラの鮭の縄張り、ハイカラの鮭の縄張りと2つありますよね。はいはい。なんで2つ以上の群れはいるっていうことになるんですよ。そうですね。でスメーシーワールドや阿波美術大学はハイカラの鮭の群れ、うん、今回のマテガイ放水路はバンカラの鮭の群れというふうに考えると、まあ、いつどこで発生してもおかしくはないかなと思います。そうだね。で、あたら最新のインタビューによると、はい、近年ビッグランがなぜか増えてるということなんですけれども、はいはい、単にオクタリアンの技術提供により鮭の群れの生存率が上がったりとか、はははは、文明が発達したことによって鮭文明ね、鮭が群れの数がシンプルに増えて、だから人口増加、あ、だからビッグランを発生させる群れが増えただけっていう可能性もあるかなというのは思いました。群れてます。はい、群れてますということですね。例えば鮭の群れのね、うん、ビッグランのペースが2年に1回とするじゃないですか。はいはい。それだと2年に1回しかビッグランが発生しないかと思いきや、8個の群れがあれば、うん、我々にとっては3ヶ月に1回ビッグランが起こることになりますよね。そうですね。そう、いうことでシンプルに群れの数が多いっていう可能性がここから見えてくるかなと思います。あちこちに鮭がいると。そういうことですね、うんうん、普段しばいてるところも鮭の現れる場所を先読みしてステージに行ってるんですけれども、うんうん、それも同じ群れとは限らへんよなっていうのを感じさせる、まあ、場所の変化でしたね。一つの場所から鮭が出てるのではなく、はい、他方面から。そうですよ。鮭がアピールしてるわけだ。今回は関西の鮭、今回は関東の鮭みたいな感じ。ええな。
でもう一つは、はい、まあ、ビッグランの結末に関するところなんですけど、毎回ちゃんと帰ってるんじゃないかってことです、はい、鮭？ビッグランは結局ね、鮭たちから町を守りきったのか守れなかったのかとか、なんか被害が出たんかとかよくわからへんまま、うん、なんか時間が過ぎたら勝手に帰って終わってるやん。そうね。だからまあ言うたらゲーム的に言うと防衛感がちょっとないよねっていう。そうだね。そういうことがあります。追い出してる感はあんまりない。そう、これがきちんと町を守りきれてるって考えると、うん、この不規則な順番にも納得ができます。うんうんうん。だから要するにウェーブが終わると鮭たち帰ってくんですけれども、うん、それの規模が大きいバージョンですね。はいはい。ビッグランチャレンジが終わって2日間終わって、でしっかり故郷に帰っていくと。そう、例えばハイカラの鮭の群れが今放水路に来てるんやったら、うん、あ、無理やったなってちゃんと変えるということですね。はい。でそもそもハイカラ中心部からバンカラ中心部っていうのは距離にしてどれぐらい離れてるかっていうのはアイラさんイメージつきます？だいぶ離れてるイメージではあるけど、うんうん、でも言うてインタビューとかを見る限りは100キロぐらいなんですよ。100キロか。そう、在来線とかでギリギリ行けるぐらいの距離っていうイメージ。そうだね。なのだそうなので、うん、まあ、東京からやと熱海とか、うん、大阪からやと米原とか播州和光とかが近い、まあ、名古屋からやと浜松とか、まあ、米原大垣あたりが近いみたいな。なんか遠くはないけど近くもないみたいな。そうなんですよね。絶妙な距離感ですね。そうそうそう。まあ大体100キロ。なるほど。でこれだけ狭い範囲ということで、うん、鮭が移動に数ヶ月かけてるわけではないということですね。はいはい。おそらく、うん、さすがにね、鮭が電車で移動はしてないでしょうからあれなんですけれども、でも徒歩でも1週間で十分移動できますから、100キロやったら。そうですね。うん、だ昔の人なんかね、それで普通に移動してましたから、うん、伊能忠敬。そうそうそう、伊能忠敬あの人は星を見たいからって地図を描くっていう。まあでも歩けなくはない。そう、全然歩けない距離ではないということですね。しんどいけど。でビッグラン警報っていうのが出ますよね。ああね。そう、これもタイミング的に、なんか鮭が本来の移動経路から外れたタイミングやとすると、はい、まあ1週間ほどで移動して荒らすだけ荒らして、うんうん、でイカタコに勝てず1週間かけて帰るっていう風にイメージすると、なんか鮭の移動分かりやすくなるんじゃないかなと思います。はい。要するに普通の移動経路で移動してて、うんうん、そろそろちょっと遡上できるんちゃうって言って、うんうん、街攻めてみて、うんうん、あかんかったなっつって帰ってくみたいななるほど。そう、こういう移動の仕方をしてるんやったら、鮭のその時の気分で出てくるステージが全部変わるっていうのは、まあ分かりやすいよねっていう気分。そう可能性はあるかなと思いました。いいですね。ということで、まあ、まとめになるんですけれども、はい、そもそも群れの数が多い可能性があるよねっていうのと、はい、そもそも移動のスパンが割と短い可能性があるよねっていう話をしましたね。はいはい。そう、思ったよりもぐるぐる動いてる可能性があるということです。遠足してんのかな。いや、遠足ですよ、まさにだからビッグランの前にね、うん、どのように鮭が町までやってきて、うん、どのように鮭が帰っていくのかっていうのを想像すると、ますますビッグラン楽しめるかなと思います。いいね。でもなんかね、今回も遡上できひんかったなみたいな感じで、はい、話しながらキロにつく鮭をちょっと想像すると今回無理やったなーって。無理やったわ。今回スメージ無理やったなー今回アマビ無理やったなーって、まあ、我々はね、はい、今回マテガイ無理やったなーって鮭に言わせなければいけませんから。そうですよ、任務があるからね。そう、鮭が何を思おうと、そう、こっちはしばかなきゃいけないので。そういうことですよ。ああ、はい。でもやってくる場所からさまざまな鮭の生態がちょっとちらっと見えてくるのもね、うん、ビッグランの醍醐味だと思うので。そうですね、まあ、第3回目のビッグランも楽しみつつ、うん、4回目以降の遡上場所を想像するっていうのもまたおつなものかなと思います。4回目がマジで想像できんけど。いや、そうなんよね。今まではなんか予想ついたけど、待てがい。そう、こうなってくるとほんまに予測不能なんで、わからんなーな。どこだろう次。そう、ちなみに、うん、メタ的な視点、おい、メタメタな視点で言うと、うん、今のところ全部初期ステージなんですよ。初期ステージ。だからスプラトゥーン3が発売された時にあったステージなんですよ。ああ、そういうことか、うん、そう。でプラス自陣が広いんですよ全部。あ、ね、甘みも自陣側広いし、うんうん、侵入はできるけどね。スメーシーもね。スメーシーも広いし、うん、でマテガイもかなり広いっていうことで、ね、まあ、それで考えるとヤガラとかはゴンズイとかは割と候補になるかなっていう感じですね。ヤガラもゴンズイもあれですしね、うん、バンカラーだしね。そうですね、うん、で逆に言うと自陣が狭いステージとかは、うん、あんまり候補としては上がらないかなっていうところそう考えると、まあ、当然後から入ってきたヒラメとかはちょっと薄いかなってなったりとかするし。確かに自陣が広くないと満潮時がかなり動けなくなるからね。そうなんですよね。本当にメタな、メタな発言ですけど。そうっていうメタ的な考察も一応あったりはします。なるほど。ちなみにですね、はい、ビッグランの鱗が2倍になるってことはクマさん猫ババしてたんちゃうかみたいな。猫
まま。そう、今までも報酬出し渋ってたんじゃないかと。クマさん話題になったりしてるんですけれども、はい、これまあ似たようなゲームで、はい、何かモンスターを倒してっていうところで、モンスターハンターでの説明で言うと、はい、報酬の種類が増えたりとかするのは、うん、剥ぎ取り技術の向上なんですよ。あ、だからシンプルにお頭から鱗をいっぱい取れるようになったっていう技術の向上の可能性もあるんですよね。あ、俺らが成長した。そうそうそう、俺らが成長したっていう。あ、もしかそのクマさんとかが、うん、その特別ななんかペンチみたいなやつ、鱗いっぱい剥がせる。なんかやだ、痛い。まあだからといってお頭鮭の鱗を何かに使うわけじゃなければ意味のないものになるんで、うん、まあでも、うんうんうん、要するに使わない技術ってそんなに発展しないじゃないですか。だね。そういうことで、もし技術の向上が関係してるんであれば、鱗を使って何かができるっていうことになるんで、うん、そう、まあ、この辺も深いよねっていう。いいね。で、似たようなもので言うと、有害鳥獣駆除の証明のようなものであれば、うん、要するにお頭鮭ちゃんと倒しましたっていう証明。あ、そう、普通の動物だったら例えば耳を持ってったりとかをするけれども、そう、そういうものであればクマさんが猫ババする意味もないですから。そう、だから逆に言うと、ビッグランド参加者が減ったことを危惧したクマさんの苦肉の策っていう線も。うわ、そう、クマさん天美術大学の時はあんまり人来てくれなかったな。ばらまくかっていう苦肉の策の可能性もあるので、クマさん悪よ。もクマさんが猫ババしてる以外にもいろんな可能性があるっていうのも、また考察の余地ありかなっていうのはちょっと思います。うん、でもあれだね、剥ぎ取りの技術が進歩したっていうのは考えやすいな。うん、そう、その場合はほんまに鱗を何かに使ってるってことなんで。そうだよね。そうそうそう。まあ、このあたりもね、皆さんぜひ考えてみてください。ね、膨らみますね。はい、というわけで今回このところで終わろうと思います。ありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。